ズザウルス。始まりました。クイズザウルス。司会の小徳亭です。どうぞよろしく。回答者はいつもの3人です。左からおふく、真ん中は、カーネルテイライゾウ、右は月の空。皆さん、張り切っていきましょう。それでは、早速第1問。こちらの映像をご覧ください。番組をご覧の方も一緒にお考えくださいね。さあ、皆さん、4択の中から答えをお選びください。それでは答えをお出しください。4択だから、どれか選んでおけばいいって、思ってない？それでは正解です。はい。それでは次の問題行きましょう。こちらの映像から。番組をご覧の方も一緒にお考えくださいね。すごい。水が吹き出ています。何が起きてるの？さあ、どれかが答えです。準備いいですか？それでは答えをお出しください。ちょっと、ちゃんと考えた？諦めてない？それでは正解は。冠水した線路に列車が来た。答えは3番でした。当てられたかな？どんどん行きましょう。次の問題はこちら。番組をご覧の方も一緒にお考えくださいね。それでは答えをお出しください。ば、いっか。それでは答えは、スロープが食い込んでますね。答えは2番でした。正解できましたか？どんどん行きましょう。次の問題はこちら。さあ、どれかが答えです。それでは答えをお出しください。ちょっと、ちゃんと考えた？諦めてない？それでは正解は。皆さんの点数はこちら。ちょっと苦戦してる？では次の問題です。車が雪道で制御不能に、こんな経験ありますか？さてこの車、この後どうなったでしょう？誰か発言します？カットしますけどね。それでは答えをお出しください。多分番組見てる人の方が正解率高いと思う。制御できない車は怖い、怖すぎる。答えは2番でした。正解できましたか？得点、頑張れとしか言えない。はい、次行きましょう。船がこっちに迫ってくる。ここは浜辺だから、このままでは乗り上げてしまうよ。やばいよ。どうしたの？クイズの内容を忘れないよう、すぐに4択を表示します。それでは答えをお出しください。あんたら、まさかのカンニングしてない？それでは正解です。カ
この問題はこういう結果になったか。眼科浮いてる。さて、今どこにいるでしょう。さあ、皆さん、4択の中から答えをお選びください。それでは答えをお出しください。4択だからどれか選んでおけばいいって思ってない？それでは正解です。場所を移動してきました。竜巻が巻いてますね。答えは1番でした。わかったかな。現在の皆さんの点数はこちら。準備いいですか？次の問題をどうぞ。作業中の人が建設機械の異変に気づきました。どんな異変でしょう。さあ皆さん、4択の中から答えをお選びください。それでは答えをお出しください。それでは一人ずつ選択した理由を聞いていきますか。なんてクイズザウルスではそんな時間の無駄はしません。キャタピラが浮いてきてる。答えは2番でした。正解できましたか。今回は接戦ですね。次行きましょう。残りはあと2問です。さあ、この後どうなるでしょうか。はい、答えをお願いします。当てに行こう。当てに、この問題はチャンスじゃない。それでは正解です。あら、家に突っ込む。止まった。答えは2番でした。当てられたかな。さあ、月の空、逃げ切れるか。ラスト問題は、トップの点数の半分が加算されるボーナスチャンス。張り切って問題いきましょう。この二人乗りバイク、この後悲劇が起きます。何でしょう。さあ、どれかが答えです。準備いいですか。それでは答えをお出しください。正解率は 25% なんだから、宝くじより当たるでしょう。うわ、これは大変。答えは3番でした。正解できましたか。今回の優勝はおはくでした。おめでとう。それでは、次回のクイズザウルスでお会いしましょう。